こんにちは、雑です。鹿児島の観光をしてですね、屋久島へ向かうために谷山港へ向かっています。坂の上という駅で下車をしまして、タクシーを捕まえました。こちらまで？そして谷山港へ到着しました。このとこ見て全く観光的な風景がないですね。しかしながら屋久島への到着のシーンなど結構見どころなとこありますんで、最後まで見てくれたらめっちゃ嬉しいです。それでは行きましょう。だってさ、これからあのハイビスカスの船に乗って屋久島まで向かいます。どこやろうか。あ、受付これなんや。済ませまして、チケットを買いに向かっています。ちょっとですね、このコンテナハウスも衝撃を受けつつ歩いていたんですけど、写真では見ていたんですけど、本物を見てさらに衝撃を受けました。で、このコンテナハウスの中でチケットを買います。まあ、どこのフェリーでも同じなんですけど、名簿に全員分の記載をしていきます。それでなんで今回ハイビスカスを選んだかというと、これが一番大きいです。大人1人で3800円、5人で1万1400円でした。格安。これが高速船に乗ると3万円以上するので、さすがに全然違いますね。荷物を置いて買い出しに出ました。このハイビスカスという船はですね、中に売店がなくて1回乗ってしまうと、何もありませんので、用意は十分にしておいた方がいいと思います。でもうとにかく天気が良かったですね。天候にはかなり恵まれました。それで大きなショッピングセンターに到着しました。まあ、物産館というとこですね。まあ、休憩所のようなとこがありますので、一旦そちらに入って、ちょっと休憩をすることにしました。まあ、置いてある自販機の安いことをちょっと驚きました。こちらでは財宝というお水がですね、人気があるみたいです。で、夕ご飯と明日の朝ご飯を買いに物産館の方へ向かいました。もう入っていきなりお寿司が置いてあるんですね。もう本当にこれでいいかなという気分になってしまいます。めっちゃ美味しそう。何これ、こんなんさ、家の近くのこういうスーパーは絶対に美味しそう。破産する。生けすなんかもあったですね。結構見どころ満載です。まあ、最近おいしいもなんかを見ていてですね、こちらには餌を与えているのかとちょっと心配になります。あ、最後のこれ、ほら、そう、こいつ優しい。だから普通におるよ。ママ、焼き魚弁当やで、これ。焼き魚弁当やで。魚さんよりも魚さん。
焼いてない。あ、それ美味しいやん。地鶏やん。これに焼いてあるだけやん。これ美味しいやん。なんだか。じゃあ、あとはもうおにぎり。でかっ。あれ、これぐらいやったの気がする。やっちゃう、これやで。こんなでかかったっけ。うん。白クマアイスが超豪華。ほら、普段売ってんのとちゃうやろ。ほら、え、一つ一個分からん。それでこの旅最後のコンビニです。カミマエビ行きました。すごい奇跡。箱持ってきて、エッタンカゴ持ってきて。これからハイビスカスの、乗るターミナルへ、戻ります。今日の夕ご飯と明日の朝ご飯を、買って乗り込みます。ハイビスカスの中にお風呂も、いろいろ買うと売店もないそうなので、ここで仕入れました。それでは行きます。ターミナルへ戻ってきたんですけど、この巡視船かなり大きいですよね。タクシーの運転手さん曰く尖閣諸島の方まで行くそうです。これが鹿児島中央から来るバスのバス停らしい。1日1本だけ。あ、もう嫌よ。嫌になる。戻ってきまして、待合室のでちょっと待ちます。6時出航ですね。5時半になった頃に、案内がありました。ちょっと出遅れてしまって一番最後になってしまいました。はいはいはい、出て。チケット、チケットをもぎって乗船していくわけなんですけど、なかなかこういう風景も珍しいですよね。このスロープ歩きたい方ぜひ乗ってください。ちょっといい船ばっかり好きな人にはおすすめできませんけど、旅が好きな人は結構旅感味わえるのでおすすめします。ちょっと私ぶっ壊れ始めてますがね、なかなか。しかしながらこの港全然観光地感が全くなくてですね、なかなか面白い風景が味わえました。船内の案内図があります。まあ、なんというか全部雑魚寝です。それでこちらが一番大事なライフライン。食べ物はこちらしかございません。一回行ってみたら、まあ、飲み物も一個だけ自販機があるんで、そちらで買って飲んでました。そして客室です。結構広くてですね、カーペットも普通にふかふかしてるんですけども、寝転ぶと腰が痛くなるぐらいの硬さです。旅をしてるぞという実感を味わいたい方はぜひこちらに乗船ください。ブルジュア感全くないですけど、旅感はものすごく出ます。ね、女性専用室があるんですけども、そちらとつながってる部屋が空いてるよということで呼ばれまして、そちらの方へ行きました。まあ、いろいろとやり取りするのに便利だったんで、こちらに、することにしました。で、外に出て出航を待ちました。で、とりあえず、まあ、全体的に見ておかないとですね、
まあ、普通のフェリーじゃ前方を見れることがないんでなかなか新鮮です。いけないよ、そこが環境やろ。なんでここに住まいの？ええやん、ええやん、ここが良かった。あ、でもこんなに綺麗なかったやん。綺麗やん。おお、めっちゃ綺麗やん。もう日が沈んでしまった。海上が。とにかく貨物のコンテナはいっぱい積んでました。リフトがせわしく動いてます。結構この船大事なライフラインみたいで、こちらが止まるとですね、屋久島の物価がかなり上がるみたいで、大変みたいです。もうだいぶ暗くなってきて出航です。もうリフトも片付けを始めましたね。びっくりした、びっくりした、うるさい、また鳴るんちゃう。階段ピアノ手振ってくれてる、ほらどこの誰が振ってんのかわからん。あ、振ってくれてる。もう船から見る夕日は本当に素晴らしくてですね、まあ、船に乗る機会がありましたら、晴れを祈ってください。でまだ湾の中にいますので全く揺れてません。ということで、ご飯を食べることにしました。まあ、湾を出てですね、揺れが始まるとちょっと食欲もなくなってしまうんじゃないかということで早めにご飯を取ることにしました。で、私たちはご飯を買い忘れてしまいましたのでカップ麺を買いに行くことにしました。まあ、もともとファミリーマートですね、カップ麺を買おうという話はしてたんですけど、そのファミリーマートですね、買うのを忘れてしまいまして、こちらで夕ご飯を取ることにしました。値段は1個220円、背に腹は変えられません。まあ、お湯は出てきますんで、大人の男の人だったら、もう少し大きめのカップ麺用意された方がよろしいかと思います。さあ、300円。めちゃくちゃ、うん。店、あ、これ入れてこうか。なんか飛び散りそうな。で、お湯は出ます。お湯は出ます。お湯は？いや、水は出ない。あ、水は出ないってことなんちゃうの。お湯は出ます。お湯は出ます。ニュアンスが微妙やな。あ、スイッチ突っ込んだらあかんやつな。はい。でも床でご飯食べてて行儀悪そうに見えるんですけど、ご飯を食べる方法がこれしかないのでご了承くださいませ。このお箸は捨てていいかい？で、だいぶ歩き回ってですね、疲れてしまいましたので、すぐ寝てしまいました。逆にすぐ寝ててよかったと思います。で、一眠りして、この時0時30分ぐらいだったでしょうか。起きたら船が止まっていましたんで、外に出ることにしました。寝ていてよくわからないんですけど、どうやら種子島じゃないかなということで、ちょっといろいろ見てみることにしました。島港に到着しました。ここで朝の5時ぐらいまで停泊して、5時から
屋久島に向かうそうです。まあこの状況だったら、よく寝れそうだと思うんですけど、さっきまでまあまあ揺れてまして、まあ、私ずっと寝てたんですけど、なかなか心地よい揺れ方でした。でほとんどの人がここで降りるって聞いてたんですけど、結構残ってますね。まあ、ちょっと様子を伺っていこうと思います。それではおやすみなさい。結構寝たり起きたりなんですけども、睡眠はもう十分に取れたと思います。で寝ててまあまあな揺れを感じたので外に出ることにしました。この時確か朝の4時半か5時ぐらいだったと思います。もう本当に天候に恵まれてますね。客室内はこんな雰囲気です。真っ暗です。まあまあ揺れてるんですけど、今回私は船では酔いませんでした。結構人眠りしてしまうと体が慣れてしまうみたいで全く酔いません。前方の方にはうっすら屋久島が見え始めてきてましてですね、これは感動しました。で種子島が結構平坦なんですけど、屋久島は本当山ですね。すごい雄大です。でまた見てわかる通りですね、酔いやすい人は本当酔い止めを用意した方が無難です。絶対に酔います。多分ですね、鹿児島から種子島の間でもですね結構揺れてたと思うんですけど、私は寝てたんで気づきませんでしたが、まあダメな人はダメだと思いますんで、用意は周到にした方がいいと思います。島に到着しました。こちらの風景を味わえるのはこのハイビスカスしかないです。晴れてよかった。
匂いやな。そして雪原をするとこですね。着いたという感じになります。そして対戦をします。一晩ありがとうございましたという形ですね。はい、降りて大丈夫なの？はい。ここを歩くのもサイパーということで、なかなか名残惜しくはならなかったみたいです。まあ、こういうところをですね、歩くのも珍しいので結構貴重な体験だと思います。ということでご視聴ありがとうございました。次回はですね、屋久島散策トレッキングの方をお伝えしたいと思います。もしですね、ちょっとでも面白いと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。励みになります。そうなん、あ、うわ、なんだこれ。